高木美優は日本の女性声優。宮城県仙台市生まれ、千葉県出身。81プロデュースに所属。2012年に開催された ABEX81 プロデュース、ウェイクアップ、ガールズ、オーディション第2回アニソンボーカルオーディションに合格。オーディションではロストマイミュージックを歌った。2014年1月10日に公開された劇場用アニメーション、ウェイクアップ。 ガールズ、7人のアイドル及び同日に放映開始されたテレビアニメーション、ウェイクアップ、ガールズにて、岡本美優役としてデビューし、同時に声優ユニット、ウェイクアップ、ガールズとしても2019年まで活動した。2014年に配信開始したニュースアプリ、ハッカドールの PV やアプリケーション内に登場するキャラクターのうちの一人、ハッカドール1号にも抜擢され、 2015年10月2日に放送開始されたハッカドールザアニメションにも出演。また、高木と同じく、ウェイクアップ、ガールズのメンバーでもある、ハッカドール2号役の奥野カお及びハッカドール3号役の山下七海と共に3人で、ハッカドールというユニットとして、ステージに立つようにもなっている。2015年、第9回声優アワード特別賞を、ウェイクアップ。 ガールズとして受賞。同年11月2日、長野県飯田市にて、毎年開催されている、丘の町フェスティバルの初代 PR 大使に任命され、イベントのアニメーション CM やキャラクター、紹介 PV においては、同イベントのマスコットキャラクターである、並木ちゃんの声も担当している。2019年9月、自ら演じる、温泉娘の湯村千代が、 湯村温泉観光大使に任命されたのと同時に湯村温泉特別観光大使に任命された。2020年5月6日、YouTube チャンネルを開設。特技はクラシックバレエ。趣味はゲームと音楽鑑賞。中でも太鼓の達人は大好きで PS2 シリーズ1作目からのファン。鬼、コース9までならノルマクリアできる程度のどんだである。 太鼓の達人に自身の関わった曲が収録されることが声優の仕事を始めてからの夢だったが2016年1月太鼓の達人ホワイトバージョンに自らが歌唱するナムコオリジナル曲オールインマイハートが配信され出演を果たすお餅で一番好きなのはきなこ餅であったが後に済んだ餅が一番好きになったウェイクアップ ガールズのオーディションの前に81プロデュースとエーベックスによる第1回アニソンボーカルオーディションに応募し最終選考まで残ったが落選している。これがきっかけで第2回のアニソンボーカルオーディションという位置づけだったウェイクアップガールズのオーディションでは絶対に合格するとの意気込みで参加したという。ふとじはメインキャラクター。映画テレビアニメはインターネット配信。 インターネット配信ありがとうございます。